ありがとうございます。そう、今日で終わって、あ、お風呂上がり、もうバリバリお風呂上がりなので、なんかめっちゃブスでごめんなさい。お風呂上がりなんです。ちょっと、タワー嬉しい、ありがとうございます。千秋楽記念、なんか最近タワーをいっぱいいただけてて嬉しいです。タワー、しかもなんか最近さ、いろいろなタワーがあるじゃないですか。かわいいタワーとか、なんかかわいいギフトとか、なんかバリエーションがめちゃくちゃ多い。ありがとうございます。みんなこんばんは。まあ今日はちょっと長めに配信しようかなと思ってるので、4月は3月あまりできなかった代わりにいっぱい配信しようかなと思っておりますので、ぜひ見れる時間帯に見てくださったら嬉しいなと思います。とりあえず話したいことはいっぱいあるので、ゆうちゃんがご飯を作ってくれたので食べながら、やばい、見て、顎にめっちゃでっかいニキビが3個くらいできてさ、すごいショック。なんかなんでだろう、マウスガードかぶれなのか何なのかは知らないんですけど、なるちゃんからお菓子の差し入れの話とか、それ今日じゃない？今日熊本ツアーのリハレッスンをしてきたんですけど、ごめんなさい。自然に治るまで触らない。自然には治んないから、薬は薬塗るのと薬飲むのとする、うん、ありがとう。中華スープも作ってくれたの？作るって言ったやん。ありがとう。だよ、ゆうちゃんは食べないの？もう空いてない。分かった、うん、食べてていいから。ご飯は私が酢豚が食べたいと言ったので、酢豚作ってくれました。そう、私あと中華スープ、ゆうちゃんが作る中華スープもすごく好きで食べました。あのこちらも作ってくれました。ゆうな、ミートやざわ食べてた。私も食べたよ、ミートやざわ。めっちゃ美味しかった。初めて食べたんですけど、なんか美味しすぎてびっくりしちゃった。ちょっとごめんね、今なんか話しながら密かに薬を塗ってた。薬を塗ってる。ジンマシンの影響で、ジンマシンが再発しちゃったんで、今塗ってる。ネットに肉汁のナイアガラって出てた、見たぞ。なんか私が食べた時は肉汁は出てなかった気がする
んだけど。でもめっちゃ美味しかった。すごい肉厚でめちゃくちゃ分厚くて、なんかすごい柔らかくて、すごい美味しかったです。ほつほつののり弁はまだ食べてないから、なんか食べようかなって思ってるけど、でも話したいことはいっぱいあるので、話しながら、ご飯食べながら話しながらやっていこうかなと思います。先週楽終わりに熊本のレッスンするのってハードね。それはハードすぎるよね、マジで。ハードマンだよ、ハードマン。明日も朝から晩まであるからね、ハードマン。ハードマンです。ちょっとズボン、ちょっと待ってね。綺麗だよ、綺麗だよ、綺麗かなこれ。そう、あと2日3日ぐらいはゆっくりできないので、ちょっとやばい、ちょっと待ってね。よいしょよいしょ、ちょっとさ、ちょっとさ、髪の毛やばいから、ちょっと綺麗にします。綺麗だよ、綺麗だよ、ありがとう。ピンでやるのめっちゃ久しぶりじゃない？なんかむしろ私なんか毎日すっぴんでやってるみたいな感じだったのに、ショールーム舞台始まってから毎日メイクしてたから、ハートもいっぱい、なんか最近のハートかわいいよね、なんかプルンプルンしてる、なんか。当分メイクしなくていいの嬉しい。ちょっと肌の休息時間も大事なんで、当分はスピンで生きてきます。よいしょ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 。見てわかる？もう恥ずかしい、この中央にあるニキビめっちゃでかい。そう、お肌の休日にする、風呂上がりのアイス、いや、まずはご飯を食べます。マスクあれ、マウスガードをずっとつけてたから、まあマスクあれかも。ゴディバ食べてないよ、
チョコはあまり食べないようにしてたので、マウス、多分マウスあれかもな、一番は。そうそう、舞台中はずっとマウスガードをして演技をしてたので。なんかひよこがいっぱい出てきたよ。マウスガードさ、私は結構あの相性悪かったな。今日のご飯を今から食べたいと思います。差し入れ食べすぎ、差し入れ食べすぎ。差し入れ言って今日食べてない。あ、全然。ということで今日のご飯を食べていきたいと思います。今日のご飯はででーん、ずっと食べたかった酢豚をゆうちゃんが帰ってきてから作ってくれて、酢豚を食べたいと思います。ゆうちゃん起きてますか？ゆうちゃん寝てます。ゆうちゃん寝てるんで私一人で食べたいと思います。ということで、パインは入ってないです。ということでいただきます。いや、久しぶりに手料理を食べる。全然舞台期間中は本当に忙しくて余裕もなくて全然あれだったので、いただきます。うん、おいしい。あと中華スープを作ってくれたんですよ、ゆうちゃんが。私の大好きな中華スープ、こちらも一緒に食べていこうかなと思います。うまっ。白米は大丈夫。329日、ありがとうございます。うん、あと1ヶ月じゃん。あと1ヶ月で365日。おいしい。うまい。舞台中はできないかと思ってたけどよく頑張りました。ショールーム、ね、舞台中私もマジで余裕なかったからあんまり長い時間できたわけではなかったんだけど、
でもやっぱり1年は続けたいなって思っていたので、だから何が何でもやりたかったから。まあ無事に、かわいいね、なんかそのイースター的なやつすごいかわいい。なんか無事に迎えられて千秋楽を、すごい寂しいんだけど、まあ、よかったなって思います。する、あってメールも書いてないし、ツイッターも投稿してない、投稿しないとね。1周年配信を何かやりますか。何かやりたいなって思ってるけど、365日達成したら毎日配信やめる。まあやめない、やめるつもりはないというか、なんかみんなとやっぱおしゃべりするの楽しいのであれなんですけど、まあ続ける方向で行こうかなとは思うんですけど、まあもう、ね、もしかしたら分かんない分かんない、今後によりますけども、今のところは全然続けるつもりです。ちょっとまずツイッターを更新するわ。なんかね、いろんなメンバーといっぱい写真撮ったから、全然載せてない写真とかもいっぱいあったりするので、なんかまた明日とか載せていこうかなって。今後思っておりまする。ちょっと待ってね、今から投稿するから今から投稿するから、ちょっと待って。今選び中、裏面も書かないとだね。今選び中でございます。何がいいかな
なんかいっぱいいっぱいさ、本当に写真がマジでいっぱいあって迷う迷う迷う。とりあえずさ、時間ないからさっさとしろっていう話ですよね。ちょっと待ってね。さて乗っけるよ。よし、今から乗っけます。待っててね。なんかさ、千秋楽っていう感じがさ、いろんな千秋楽の感じがあってさ、なんかどれを使えばいいのかわからないんだけど、なんかどっちも使ったりしてるんですけど、ね、ちょっと音が必要。やばいやばい、時間ない時間ない。よし、ツイッターは今更新しまして、メールですね、メールやばい。
ライの漢字が出てこない。時間がない、時間がない。メール短いけどごめんなさい。はい、メール送信おしまい。はあ、もうちょっと早くからやるべきだった。みんなツイッター見ました？ツイッター更新した。そう、鬼でね、全然写真が撮れなくて今日急いで撮ったんですけど、なんかまただからとりあえずなんかいっぱい載せたい写真があるので、またね載せていこうかなって思います。で酢豚食べます。なんかね、本当にいっぱい写真撮ったの。寄せきりじゃないんですけど、全然。なんかみんなのツイッター、ツイートとかも見たいし。ショールームが終わったら、ゆっくりね。見ようかなって思います。ぜひ皆さんいいねとリツイートよろしくお願いします。もう皆さんがいいねとリツイートボタンを押すだけで見てくれる人の量が本当に変わりますから、マジでいいねとリツイートは大事ですので、
ぜひ、リツイートといいね、私がツイートしたらリツイートといいねだけはお願いします。いいね、リツイートマジで大事。もう影響力とかじゃないのも、影響力とかじゃなくても、なんか私たまに誰がリツイートしてくれたんだろうとかいいねしてくれたんだろうっていうのをなんか見てるんですけど、やっぱりいいねとかリツイート数が多い分だけ興味があるって、その人のこの投稿に興味があるとか、その人のその人自身に興味があるっていうなんか指標になるじゃないですか、いいねとかリツイートって。だからなんか誰がやってくれてるんだろうとか見ます見る。だからなんか普段からよくなんかリツイートとかしてくれてる方は知ってるリツイートした人のツイート、たまに見ますよ、みんなのツイート。この人何ツイートしてるんだろうって見ますよ、ちゃんとプロフランとかも。初めて言ったかねこれ、全然私見ます。恥ずかしいかな、だってツイッターでやって誰でも見れるさ SNS じゃないですか。だから見てもいいでしょいいねとリツイート数はテレビのゲスト選びにも参考する場合もあるんですってね。ね、そうらしいよ。なんか SNS とかのフォロワーとかなんかリツイート数いいね数とかって今なんかすごい大事らしいので、コメント数とかもめちゃくちゃ大事らしいので、今はだからなるべく私がツイートとかなんかしたらいいねとかリツイートとかしてくれたら嬉しいなと思います。そうそうらしい。なんか例えばなんか3人候補がいて、なんか私はもうこれは何かで見たんですけど、3人候補がいて、どれ誰にしよう、あ3人ともいいな、じゃあ SNS のなんかフォロワーじゃないらしい、言うてもいいね数誰が一番多いか、多い人をなんかこの仕事に選ぼうとかこの仕事に出そうとかなるらしいの、普通になんかテレビで見たと。私も多分だから、じゃ例えばフォロワーが100万人いるアカウントと50万人いるアカウントと10万人いるアカウント、まあ10万人いてもすごいけど、100万人いるアカウントのいいね数がじゃあ1000しかなかったとする、1000いいね100リツイートくらいしかなかったとして、10万人
100万人の10分の1の10万人しかいない人の SNS にその人の10倍の1万リツイートとかついてたら、フォロワーはこの人が多いけど反応数とかはこの1万人1万いいね来てる人の方が多いからそこにしようとかなんかなるらしいんですよ。だからなんか SNS の指標って今はすごい大事らしいんですよ大事らしい。だからなんか、あ、そうそう、影響力よ、影響力。そう、なのでなんかツイートとか、まあ、私あんまりなんかツイッター苦手だからしないけど、まあ、最近はなるべく投稿するようにはしてるんですけど、なんかそういうのがあるらしいので、なんだろう、メンバー、自分が推してるメンバーの SNS とかはなんかリツイートとか、メンバーがツイートするたびに、した方がいいのではないかなと思います。のでよろしくね。まずはこれ、ね、圧かけてるわけとかじゃないけど、誰がいいねしたとかマジで見てるコメントとかも結構ちゃんともう隅から隅まで見てるので、配信外でもそんなに食べるのゆっくりなの。私食べるのゆっくりかも、基本的に食べるのゆっくりっていうか食べるの遅い全然まだ酢豚残ってる。リツイートはしない主義だけどしました。優しい、ありがとうございます。うまっ。私さ、昔からさ携帯依存症とか言われてたけどさ、私自分のこと携帯依存症って自覚しなかったの。いや周りみんなこうだからって、周りみんな全然携帯ばっか見てる人ばっかだよって思ってたんですけど、私なんか 無の時間が耐えられないんですよ。だから何もしない時間が耐えられないの。だから何もしないで立っとくとか、何もしないで椅子に座って待っとくっていうことがすごいできないんですよできなくて、マジでなんか常に何かしてないとダメな人なの。だから動くなら動く、なんか座るならなんかテレビ見るなり何か見るなりするとかできないから、ついつい別にいじりたくなくても携帯をいじっちゃったりとかするんですよ。
それでさ、だいたいさ、まあ、家とかにいるなら立ってるときは何かしらしてるじゃん。で、座ってたらさ、やっぱりテレビ見るか携帯見るしかないから必然的に携帯を触っちゃうんですよね。だから休憩とかもあると、なんかぼーっとしてるときはま別だけど、座ってるときに何かしないとできないから絶対携帯いじっちゃうの。だから私携帯依存症なんだって最近思ったいや思うの遅くないっていう話だよね。なんか別に触りたくないけど触らないと気が済まない。なんかだからあれなんですよ。だから私寝れないんですよ。なんか眠い時はさ結構秒で寝るけどさ、やっぱ眠くない時はどれだけ目を閉じても眠くないわけですよ。で私何かしないと無理だから、動いてなかったりとか何かやってないと無理だから、結局眠くない時って携帯触っちゃうんですよね。この無の時間が耐えられないから。いや音楽聴いてる時は無の時間じゃない。全然電車とかで音楽聴いてるだけの時とかもあるし、それは全然無の時間じゃないんだけど、なんか基本的になんかな、最近気づいたんだけど、何かやってないと多分無理なタイプの人間なんだなって思った。そうそう、なんかテレビ見てても CM になったら携帯触り出すとか、そう、なんか本当にちょっとしたなんか時間、無の時間がもう携帯に行っちゃう。だからなんか稽古するとかレッスンあるとか、なんかそういう時間とか、なんか決められた時間とかがあるなら全然携帯とかも興味ないけど、座ってるだけとかも考え事してる時とかは別なんだけど、そんなに頻繁に毎日考えてるわけじゃないからさ、ああ私って依存症なんだなって思った。やばいみーやばみーやばみーははって感じだけどね。っていう話。手持ち無沙汰っていうか、何かしないと無理なんだよね。なんか座ってるだけじゃ無理。っていう。学校行ってる時は無の時間だらけだった。ああ、うん。全然無だったよ。なんか基本的に学校にいるときはもう授業もつまんなくて、あもう今だから言うけど授業もめちゃめちゃくちゃつまんなくて、で私なんか別に陰キャでもないし陽キャでもないし、なんか中間みたいな人間だったんで、なんかあの別に人といないわけでもないし、でも別に一人なわけでもないしっていう感じだったから、友達と話すときは全然話すんだけど、なんか本当につまんなかったから授業が。もう一応やんなきゃいけないこととかはさあるからさ、なんか提出物だったりさ書かないといけないものとかあるから、聞くは聞くんだよ。だからやることはあるんだよね。でもね結局眠くなるのつまんないからつまんないから眠くなっちゃって、なんかいつも寝ちゃってたんですよ。もうあのもういいやもう寝ようって思って。だからなんか学校行ってる時は別に無の時間っていうよりかは、なんか
眠たい時間みたいな感じだったんですけど、そういう感じだったんだけど、まあ友達は陽キャだったけど別に私がなんか陽じゃないことにも最近気づいた。なんかさ、私ってまあ陽キャの友達しかいなかったけど、パリピとか、うん、常に面白い、常に笑ってる、常に騒がしいとか、感じだったんだけど、別に私面白くないし。面白いこと言えないし、かといったらなんか騒ぐのも苦手なんですよ。なんかイエーイとかメイとかなんかノリ、なんかノリに乗るのが恥ずかしいというか、ノリノリに乗れないというか、っていうことになんか最近気づいて、だけど別になんか隅っこでこっそりやってるタイプでもないし、別に人と話さないタイプでもないし、人見知りとかでもないし、別に、だから陰でもないなと思って、でも陽でもないなって思って、なんか本当にそれの中間、中間人間、わかるかな言いたいこと。普通普通だけど変人ってよく言われるから、普通の変なんか変わり者、ただの変わり者、どっちにもなれる、どっちにもなれない、ようにもなれない、私は。陽にも陰にもなれない、マジで普通のポジション、エイトで陽キャは？ほぼみんな陽じゃない？エイトはほぼほぼ、普通、ハマはもうようやん、あれ。なんか面白い人間になりたかったなって思う。なんかちょっとさ一言言っただけで周りをめちゃくちゃ笑わせれる人とかっているじゃないですか。なんかそういう人になりたかった。な、無理、もうなりたかったとかなってみたかった。浜ちゃんは楽屋だと静かじゃないの？浜はステージに立ってる時でも、あ、裏でもずっとあれですずっとあれです。せーのは人間でした。
ちゃんはようじゃん完全に。楽屋芸人って言われてる人は楽屋の姿が本当なんだね。ひだやとか、ひだちゃんマジで面白いよね。楽屋芸人といえば七瀬、七ちゃんと同じ楽屋じゃなかったからあんまり喋れてないな今回。ああ群馬さんとかもでも意外と楽屋芸人なのかなって思った。美味しかった。ごちそうさまでした。美味しかった。中華スープもっと飲みたい。今は笑わせるではなくて幸せにする仕事だからもっと自信持ってよ。そうだった。そうだった。そうでした。だから本当に芸人さんとかってすごいなって思う。あんなに人をケラ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 笑いさせられる力を持ってるってことじゃないですか。NSC 行きます行かないわ。なんかお笑い見るのとかバラエティ番組とか見るのは好きだけど、なんか自分ができるかって言えばなんかそうじゃないなって思う。だから私見る線でお願いします。見る線でもう十分よ。なんかでも私はなんか発想力があんまりないから、発想力があんまりないっていうか、なんかなんて言うんだろうね、なんか自分の能力だけで、なんだろう、頭の回転とか頭の脳だけでできる技術は持ち備えてないので、なんかなんて言うんだろう、頭で考えて自分でなんか作り上げるとか文章を作り上げるってよりかは、なんか自分で表現じゃないけど、なんか体で表現したりとか体で動かしたりとか、なんかなんて言えばいいんだろうね、なんかなんか口に発するのが多分苦手なんだよね。なんか自分の言葉にして
発せるのが苦手というか、なんか自分をなんか使って表現したりするのが、まあ、まとまんないのが語彙力ないわ好きなので、ネーム B の渋谷渚さん、そこら辺の芸人よりもすごいと思うけど、ラニーもいけるんじゃない？無理。私がさ、そういうのいけるんだったらさ、多分今頃チームメイトの MC とかでさ、超大大大活躍ぐらいしてると思う。してないっていうことはそういうことです。まず語彙力、ワードセンスがないんだ私。わかんない、なんかおばちゃんとかおばあちゃんおじいちゃんとかとお話しするのは得意かもしれない、だけどなんかその同い年というか、あの同世代の人とかと話すのが苦手かも。だから言ったらなんか多分、いやこれも最近なんか気づいたんだけど、陽キャと話すのが苦手だかなって。なんか普段からなんか場を盛り上げてなんか中心人物にいる存在の人とかがすごい好きなんだけど、好きだし、あ羨ましいなってめちゃくちゃ思うんだけど、話せないなって思った。なんかこっちが緊張して話せない。あこれは同世代の話、同年代の子だから私より同い年とか 1,2,3,4 個上とか、なんか大人と話すのは全然苦手でもなんでもないんだけど、むしろなんか同世代と話すよりかも大人と話す方がすごい楽かもしれない。なんかそんくらい同世代の人とかと話すときってめっちゃ緊張する。なって思う。なんか別に人のことを笑わせられないし、なんかノリの乗り方とかもよくなんかちょっと分かんないから、すごいその空間はすごい好きなんですけど、面白い人も大好きだし、その笑える空間にいるっていうのがすごい好きなんだけど、なんだろうね、なんかなかなかついて、私がついていけないっていうか、すごい羨ましいなって思いながら見てるだけで、なんか平凡って感じ。ライバル、なんだろうね、なんかライバルっていうか、なんなんだろうね。T
ていう話、なんでこんな話になったかな。どうしたらこんな話になったんだろう。自分らしくていいんじゃないですか、それぞれってことで。まあそうだよね、まあいろんな人いるもんね。メンディは意外に記憶力はいいよね。私記憶力だけはいいと思ってる自分の。明るくなった？お、オノピョンタワー、え、何これ、かわいい三色団子タワー、三色団子クマタワー、ありがとうございます。やったー、最近もタワーもらったのにありがとうございます。舞台お疲れ様タワーありがとうございます。あ、書かないと、書かないと、書かないと、あれ、その前にドライヤーしたいんだけどさ、うるさいよね絶対。ありがたわです。ちょっとドライヤーしていいかしら。ちょっとでもうるさいよねドライヤーしたら。どうすればいいかな。イヤホンさしたらどうにかなるかな。でもなんかさ、赤にしようとか言ってたじゃん私。赤にしたいと思ってる。っていうかなんかカラーしたいなって思ってるんだけども、いや思ってるんだけども、ちょっといろいろあって、もしかしたら当分は黒髪かも知れない。黒髪っていうか暗めの髪。ドライヤーしまーす。ゆっちゃん、酢豚と中華スープ美味しかった。中華スープもっと食べたい。酢豚も余ってるよ。ほんと？うん、酢豚。じゃあ？ん？スープ飲む？見たい。熊本の時は多分ね、髪の毛明るくしてると思うけど、ちょっと当分なんか、うん、髪の毛暗いかも。酢豚食いたい。ゆうちゃんの酢豚マジで美味しいよ。仕事ってよりかはちょっといろいろあって、仕事ではない。今使ってるヘアオイルはこちら、Q10 で買いましたアルガントリートメントオイル。これ使ってるんですけど、今日本には売ってなくて、なんかネットで韓国から取り寄せてる、まあ
韓国商品なんですけど、これめっちゃさサラサラになんない？これなんか私が今まで使ってきたトリートメントオイルでなんか1、2を争うくらいめっちゃサラサラするの。これしかもね、いい匂いだし、私が好きそうな匂い、私が好きそうな匂いってみんなに伝わるかな。なんか私が好きな匂いで、好きな感じのなんか匂いで、なんかオーガニック系の匂いがさ好きなんですよ私。なんか自然な森みたいな匂いがする。ゆうなちゃんは寝起きだから。寝てた？ゆうなちゃん寝起きです。ドライヤーしようかな。それを買えばランディを感じられる、感じられるよ。でもね、売ってないよ。あの9点ってサイトじゃないと。でドライヤーしたいんだけど、マジうるさかったら本当にごめんなさい。どうしよう、ティッシュとか押さえておくから。ちょっとうるさかったらうるさいって言ってね。爪割れた説。爪割れた。爪が割れちゃった。ちょっと。おお。
やったありがとう。なんか髪の毛はマンバみたい。お姉ちゃんだよリラの。ね。そんなありがとう。いやちょ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 。やめ。ちょっと聞いてる。見つけてくる。今鬼になってるから鬼にならないで。鬼に勝つには鬼になるしかないだろう。やめなさい。風呂入ろうかな。ゆうちゃんのおかげでサラサラリーンになりました。眠たい。やばい、マジで肌荒れやばい、本当にやばい。そろそろ薬飲もう。ゆうなちゃんにプレゼントしてした服着てくれてありがとうってごめんけど言っといて、うん、ゆうなちゃんにプレゼントした服ごめんけどありがとうって言っといてって言われたからリラから言っとくの。ありがとう。ゆじこげ見た、ありがとう。まことさん、ありがとう。かわいい、かわいい、思った。かわいいこの服、リラにも貸して服シェアしていい、まことさんでもこれオーバーだからりーちゃん好きそう。言うて私全然ゆーちゃんの服着てます。プライベートで私服りーちゃんにレッスン着を書いてる。今後レッスン多くなるからりーちゃんの服借りようと思ってる。私ロンティーか半袖ないから。半袖ないよりらも。嘘だよ。いいよって着るね。2人で着るねじゃん私も着まーす。心のままに鬼になりたい。強く美しく生きる。きっと見つけてあげる。あの本当の私。手のなる方へ鬼になって。雨ざらしの下へ。いや鬼になんなこの歌メジムリー見た人わかると思うんですけど、歌ってるんですよこの歌劇中で。あとはなんか歌詞だけ見たらやばいんだけど、もう一個歌ってる「Kill Me Kill You」っていう曲があって、「Kill Me Kill You」、私を殺して、私は生まれ変わる。ゆいちゃんの役影になる。影、ゆうちゃんの真似して。ぬるさん、ゆうちゃんの真似したら怒られた。なんで彼女のためを思うなら強くなろうとしている彼女をそっとしておいてくれませんか。ゆうちゃんちょっと怒られた。でもゆうちゃんはいつも待てお前山本すみれだなをバカにしてくれる二人で言い合いしてんね。およ舞台ロスやな。まあ、何かと舞台ロスやな。絶対セリフがネタになってくるのよ今後。そうそう、今日もだってレッスンしてた時ネタになってたもん、うん、あのはい4度でとか言ってたもんなんかあのその稽古してた時に丸尾さんっていう脚本作ってくれた方が演出だったんですけど、なんか1度2度3度4度ってあるの。なんかだから例えば1度がなんか違うよ、1のまま1人、私は旅に出ようと。ねえ、やだなんか一度はがなんかはぁ、あ、なんか今日も疲れたなみたいな、なんか独り言的なやつで、二度はがなんか今日も疲れたね、今日も疲れたねゆうちゃんみたいなやつで、三のなんか三ノア、三ノア、ノアなの。え、そうだよ。
ドアだと思ってた。輪っかだよ。1のは2のは3のは4の。え、そうなの？そうだよ。え、でドアだと思った。やばい。3ドア、4ドア。やばいんだよ。エリアずっと1ドア、2ドア、3ドア、4ドアだと思ってた。ノアだよ、ノア。ノアなんだ。今知った。で3ノアが、もう疲れたみたいな、なんか。例えばクラス、教室にいる子たちに。そうそう。教室にいるなんか4人くらいに言うのが、3ノアで4ノアがもう全員に言うのよ。なんかその場にいる全員、もう疲れたみたいな、なんか痛いここやめて触らないで悪化するから、なんかそういうのがあるんですよ。なんかめっちゃできてない、だから触らないで。なんか4ノアゲームだっけ、4ノアゲームゲームじゃないでしょ、そういう練習。なんかそういう練習したのが稽古で練習してたんですけど、なんかそれがゲームになってるの、なんか楽屋でこれ4ノアでとか、なんかひなこが毎日やってる4ノアゲームみたいなのを、なんか鬼の楽屋でずっと、鬼の楽屋マジでやばい、やってて、今日鬼の楽屋に私は侵入したんですよ。なんか私は生徒会にがいる楽屋なので、なんかまあ、あんまり楽屋にいないんだけど、鬼の楽屋に行ったら今日なんか4ノアゲームしてて、なんかめっちゃ笑った、面白かった。ヨンノアゲームは前からやってて、今流行ってるのはそう謎あれマジで、なんか誰かが頭痛いふりして頭とかどっかが痛いふりして大丈夫、うん、って言ってこう一回部屋から出て出て行って一発芸して戻ってこなきゃいけないっていう、そうそうカオスだよね。それをマリアもやってくれるし、ユイちゃんもやってくれるし、ユーカリもやってくれるわけよ。ユイちゃんやらないでしょ。やったよ、今日やったよ。リーちゃんが帰って、私もやらされた、このマリアがリーちゃんのやつやってた。静かにしろ、静かにしろ、静かにしろってまあ人のセリフ言ってもいいし、そうそうそう、何でもいいんだけど、でもユーちゃんがめっちゃその動画持ってる、うん、見せれないよね。でも疲れてるから面白かったのかさ絶対笑えるか分かんなくなった。うまい。鬼の楽屋が一番騒がしかったらしいねって。どこ情報？どこ情報？確かに鬼の楽屋はいつでもカオスだった。でもびっくりした時があって、鬼の楽屋でなんかもうみんな疲れてるのか部屋電気真っ暗にして寝てた時があって、一回鬼がこんな静かな時あるんだと思ってびっくりした。マリア情報なんだ、自分で言ってるの鬼の楽屋でさいって。そう、鬼の楽屋マジカオス。鬼の楽屋が一番うるさかったんだけど、鬼の楽屋しかうるさくなかったなと思う、うん、生徒会もうるさい時はあった。でも、うん、一緒。ユーカリンがなんか覚醒してた気がした。うん、そんなことないかな。でも横山とかと仲良く なりつつあるんじゃない？うん。だいぶ馴染みきてて。ハンニャ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 が今流行してて。知ってる人いるかな？横山が。笑い出してユーカリンとマリアが、うん、ハンニャーって行くんだけど、ね、それが今積もり始めてて、みんなに、うん、なんか被る時もあったの2人が、うんうんうん、ハンニャーって行く時もあったんだけど、うん、最近多少のズレが多くてユーカリンがハンニャーってマリアがハンニャーって上を言ってそれがみんなの積もりになってて、左がもうハンニャー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 ずっとやっててもうやばいやば、それわざとずらしてんだよね。そうそう、ハンニャを
ハンニャハンニャみたいな感じで、なんかさ左がさ、うん、あやくんもいようかな、ハンニャってみたいな、ゆうくりんがえ挑戦したらいいじゃないですか、ゆうくりん急に覚醒し始めて千秋楽だから何やってもいいんじゃないですかみたいなって、うん、言わなかったって言ってた、ゆうくりんマジ鬼鬼で、なんかゲストが登場してくる時もあったんだけど、なんかその時もぶっ込みすぎてて面白かった、なんか、うん、そう、なんか私的にはこのハンニャーっていうのがツボみんなユーカリの真似してるんだけどオーバーすぎて、なんか逆になんか気持ち悪いの、なんかもはやめちゃんやって、何ハンニャーって言って大きい声ね、読んだわ、うん、ハンニャかわいく、かわいい、ユーカリ風に言って、ユーカリは結構声が高いから、ハンニャでもその後のユーカリね、ちゃんと演技してる顔すごかった、なんか怒ってる悔しそうな顔、ハンニャハンニャハンニャマジで、ハンニャ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 これやばい、いくよ、できなくて終わるってその後のリリーが見てるよ、ガチで心配してた何やってんの、楽屋でこんなことしてるやつやばい自分がさ、楽屋芸人すぎてさ、私はびっくりしてしまったもん、いつも。マジでやばい。やばい、もう見せられない、ね、見せられないよ、楽屋汚いし物いろいろあるし、だけどすごいなんか面白かった、鬼の楽屋はなんか毎日パラダイスみたいな感じだった、なんか時には部屋を暗くして、うん、なんか恋バナみたいな、何それよちょ若干下ネタトーク入りの恋愛話してたりとか、うん、好きそうな人いっぱいいますもんね、劇場って霊がいるっていうじゃん、うん、だからそういう下ネタの話していくと来なくなるんだって、うん、っていうのを3人くらいは言ってて、うん、あそうなんだって思って、りーちゃんがいない時に生徒会でもそういう話になって、うん、すごい盛り上がって、恋愛トーク、下ネタでも下ネタ話す人2人ぐらいいるやん、まあ、あの生徒会に、うん、うん、ファルケとエルフ、うん、いやだと思うじゃん、違うんだよね、マジ違うんだよね、言うのが言いそうって書いてる、誰意外、えあと一人しかいないやろもう、えどういうこと、あと一人いると、あ、違うと4人、みんなみんななんだDVD の特典映像に入れてほしい、プライベートすぎて無理、あぁインチキ、インチキ、インチキ、一緒に見てムカチクって言ってないねえインチキ、そうやってまた一緒にこっち来たらいいじゃん、そうやってまたリラを一緒に来たらいいじゃん、何がインチキなの、インチキ一緒に行けばいいじゃん、なんでだろう、インチキって意味変わったの、君から使うインチキの意味変わってないよ、んいいなって、あれ
前なんか話しなかった。沖縄からしてインチキはいいなとか羨ましいなっていう意味、うん、だから今インチキって言った。え、省いてないよ別に。え、ん、分かるか。触らないってば。インチキ、なんかゆうちゃんばっかり横山のゆうちゃんと仲良くしてて、インチキ、ほらこうやってすぐ無視する。え、だから誘ってるじゃん前から。誘われてない。え、言ったじゃん前に。そしたらいいよ行ってきなよって言ったら自分でしょ。リラは行こうってなんて一言も言われてない。言ったよ行こうよって言ったらいいよ行ってきてよって。リラはいいって言ったじゃん。言ってない。言ったよ、行くけど行くって言ったら、うん、うん、いいや。だって誘われてないもん。誘ったよ行くけど行く。ゆうちゃんに誘われたって意味ないもん。じゃあゆうちゃんに誘ってもらえる。誘われないからいい。そういうのは自分から誘わないと。ゆうちゃんだって仲良くなりたいっすわ。誰と。なんかいいじゃん別に。そんな比べ物にならないです。横山のゆいちゃん、チームメイトのゆいちゃんばっかり。トムとジェリーだな。ゆうちゃんは最近私にすごい冷たいので私も冷たくしてます。否定しないのでそういうことです。否定しないとかじゃなくて、でもこういうこと話すとここで話さなくていいっていうか何も言わないね。プライベート、プライベート。本当にひどい最近、本当に。プライベート。ね。じゃあ言っていいんだね。言うよ。いいよ。なんか楽屋で全然一緒にいてくれなくて、私はもうずっと逃げてた。どうでもいいでしょ。だってこの人は楽屋いないもん。いや、りーちゃんが先にいないんだ。お弁当一緒に食べたいなとか思って行こう、お弁当持って下降りたらもう降りてこないのずっと。だからうちは一人ぼっちが嫌いだからいつも鬼の楽屋行ってるって言ってるじゃん。り、うん、ーちゃんは上で食べてるからいいや。でもそれでね、冷たいの私に。やめたくしてないじゃん、無意識。みんな心の中に鬼を飼ってる。ランディー言ってくるからそのうち。怖い、やめてよ。っきり鬼だもん。お互い様。間違いね。お互いいいとこ悪いとこがある。まあ、ゆうちゃんは誘わないのまず。別に誘ってももういいってなるの。うちとの扱い違うからみんなと。ゆうちゃん冷たいから。もうなんか。当たり強くなってる一人に。マジで当たり強い。人前ですら当たり強いもん。もう傷ついてくる冷静に。そんな心強くないから。なんかもう兄弟喧嘩みたいな感じないよね。なんかもはや。わかる？わかんない。兄弟って喧嘩したことないから。それ離れてるからでしょ？だからわかんないって言って。お姉ちゃんと喧嘩したことないのは絶対嘘。喧嘩っていう喧嘩をしたことがないからわかんない。そう、気心知れすぎてなんかだんだんおかしくなってきてる。良いんだか悪いんだか。気心知れるって何？調べな。ヘイシリ。ヘイシリ。なんでだよ。反応してくれよ。
親しい仲のいい気の置けない気やすいなどの意味の表現。気心の知れた勘柄だ。何て読むの？間柄の勘柄だので。マジで興奮すると笑い方やばいよね。ってなんかマジで。やばいやばい。鬼になってるって書かれてる。やばいやばい。戻らないと。なんで鬼になったか自分でストーリー作らないと。なんかさ今ちょっとさ。エゴサ今エゴサしてないでほしいんだけど今さエゴサしてみたらさ出てきたよランリーの配信入ったゆらちゃんが鬼になって笑い方やばいよね僕ね笑い方やばいよねなんか興奮すると笑い方マジでってなるんだけど最近めっちゃ面白いんだけどランリーの配信入ったらゆらちゃんが鬼になって暴れてて笑った全部全部舞台に持ってくるみんなもううちが怒ってたら全部みんな鬼になってると思ってくれていいよ配信15分になったらユーナが鬼になってると思ってごめんちょっと笑い方おかしくなっちゃった笑い方がゲラだよねなんかさユーちゃんと出会って笑い方おかしくなったらあれだろ嘘だよ本当だよなんか左のとこにあるんですけどそれ見た時もなんかやばかったどうやってそんなんの口開けて笑ってるから、うん、いや口開けて笑わないから笑ったら口開かん？うん、開かないよ。ってなるなんかのキャラクターみたいに草草は生やすなどこに書いてんの自分で言ってると思うんだけど全部コメント読んでると思わないで全部いや発言させてよランリーじゃなくてさ、ランリーになってたんですよそうひらがなあれカタカナだっけそうランリー、ランリーちっちゃいイーがあったランリーになってたランリーイーになってたのもうイーいらないですから顔やばい今の、なんか画面の隠しとかしといて今の顔やばかったなんかやばかった今なんか演技してる顔だったやめてよもう待って画面の声してて欲しかったやばかったやめてよもうやめなさいマジ鬼学園とか楽しそう確かにみんな鬼になってんの提案しようよみんなで次はマジ鬼学園やろうっつってもうでも絶対そのレッスンとかでレッスン上とかピリピリしちゃうかもしれないじゃん、うん、今までもしてたじゃん、うん、そういう時はみんなでユミコになってでも怒っちゃダメ怒りと憎しみは何も生まないものってちゃんとみんなで言うってなってるからそうなの？そうだよ。でもさ思ったんだけどさあれ左だからさあのユミコっていうキャラクターが成り立ってるよね、うん、これがリラがユミコやってたらこんなことなってないと思う。左やってなってたじゃんもうユミコ、うん、なんか左だからこそこんなに怒っちゃダメが定着してるんだなって思う。一回もあれがサイコパスユミコが出たからでしょそれ普通に本当に左が丁寧にやってたらこんなこんなユミコは定着してないよこれもね稽古確かになんか稽古とか舞台の裏話はめちゃくちゃいっぱいある正直、うん、でもなんかどこで出していいのか誰の話題を出していいのか逆に出していいのかが分からな い, わかんないよ、ね、ありすぎてなんか本当に打ち上げとかしたかったなっていうのがもう一番のあれだよねコロナクソ野郎っていう感じもう1ヶ月経ったんだね早いよね結構言い合いしたねでもこの期間したした全然喧嘩したしねうんうわマジで稽古場のあの時動画回してて欲しかったなブルーレイのでも怒っちゃうねやばいんだよねやばいんだよもう
テント外でも出るの分かんないけど出るんじゃねっていう話はしてました。そうなの、一応親衛隊だしみたいな。解散したけど、解散する前の話だからね。あれそうだった、そうだった。でもまたあの衣装を着れるんじゃないかなって思うと少しワクワクする。でも一応自分の衣装じゃん。うん、だから着れるんじゃない。いつ、うん、鬼の曲が好きです。ゆうちゃん、そんな鬼ごっこはもうやめて。こんな歌じゃねえじゃん。やめてよ、変えないで。もうやめたって言ってる人誰。なる、なる、うん、ゆうちゃんも言ってみた今日。もうやめた。待って待って、これ隣から聞こえてきたんだけど。いや言ってないよ今日。え、言ってない、誰から。隣からめっちゃもうやめた。隣の隣のルンバじゃない。うちの隣の隣のルンバじゃない。言ってない、ちゃんと歌ってた。急にどうして心配になるよね。鬼になってるんだよ。鬼になるしかないだろう。私たちの心の中には鬼があるの。そうなの。うん、私たちだけじゃなくてみんなメンバーで鬼ごっこ面白いかも。え、こっちがってこと。本当にやるってこと。体力持たないよね。明日からさ、結局レッスンあるからみんないるわけなんですよ、事務所に。やりたいね、なんか。熊本と茨城で分かれちゃうから。明日は結構ハードだし。え、ミステリハスケ。え、熊本がハードじゃない。そうかな。え、リハスケ来てるでしょ。メール見せて、メール。なんだっけ。あっ、うっ、つって。やめて。何時に終わるの。遅っ、うん、遅っ。遅っ、いや6時に終わるよ。どうしよう、なんか作っといて。分かった。本当に。いいよ、メイが食べたい。えー、じゃあ麻婆豆腐しか。逆に麻婆豆腐でいいの。うん、魚あるよ。アクアパッツァ作る。サバだよ、サバ。サバでアクアパッツァ絶対食べない。何でもいい、考えといて。あ、そういえばだけど食べたいかなと思って牛肉買ってきた、味付いてるやつ。おー、ありがとう。安い。でもあれだな、いつも行ってるスーパーじゃないから。どこに行ったの。駅のとこ。珍しい、歩くのだるかった、荷物多くて。人少なくなくなるの。うん、みんなのいる。少なく人いないよ。いないの。うん、やばいね、この時間はやばい。ね、伏せない。早いからな、時間。遅い、遅い。そう、私が終わるの早くて、逆に朝早くて、こっちが終わるの遅い。終わるの。こっちって言わないで。ゆうちゃん、うん、終わるの遅すぎ。見て、見て、全部。全部。これやるんだ。元から入ってた？うん、入ってるんだ。いいじゃん、頑張ってね。やったことある？好きな曲を。そうなの。やったことないんだけど。やったことない曲多すぎて。そう、入れ替わりでですね、熊本茨城を。あ、そうだ。純船さんとオノピョンに。行かないと。かく詐欺してた。なんか最近さ、もう起きる時間帯がさ、毎日さ同じだったからなのかわかんないんだけどさ、もう体が8時半に起きる設定になってる。工事してんだよ、なんか。で、起きてるかわかんないから LINE してほしいのにさ、起きたのに LINE してくれないんだよね。焦る、マジで。起きてる、起きてる。なんかね、
もう8時半に目が覚めるの、一回アラームなくても今日。でも携帯見てまだ8時半かと思って寝るから、別に携帯触ってるわけじゃないんだけどっていう、ちょっとどうでもいいです。ゆっくりできるじゃん明日。ゆうちゃんいつもメイク早くて、リラより1時間前くらいに起きてたから。でもうちが逆に昼まで寝てることないっしょ。ないね、うん、どうせ起きちゃう。ゆうちゃんあれは紹介したの？何？あのあの箱。うん、してない。どれ、あれ？うん、してないよ。しないの？え、なんかつ岐阜から届いたって嘘ついちゃった。は？え、行っていくの？うん、じゃあリーちゃんルームで紹介していい？うん、なんかさっきさショールームやってる時に荷物届いたんだよ。私さ岐阜から荷物届いたって言ったんだけど、うん、嘘ついちゃった。え、本当はね、恥ずかしい。何が恥ずかしいの？なんかね、興味あるかな。あるよ。そう、すごいよ。だってケイトスペードのなんか渡辺直美さん、うん、なんかそこ見てなかったんだよね。ケイトスペードのなんかプレゼントが当たるみたいなのが書いてあって、なんか渡辺直美さんのサイン入りみたいなの後に見たの、うん、で、あ、なんか紙とか別についてんのかなみたいな、うん、思うじゃん、うん、サイン入りって思ったら、そしたらさ、ポーチさ、さっきさこうやって見せたんだよ。こうやって見せたんだけどさ、見て見て、ガチガチに渡辺直美さんのサインが書いてある。すごくない？そう、すごくない？本物だよこれ。4名くらいしか当たんないやつに当たっちゃって。本物だよねこれ。本物だよ。偽物だったらやばいでしょ。本物の渡辺直美さんのサイン。すごくない？だって女性で、日本の女性で一番だよ、フォロワー入ってる。いつもらっちゃった。ほら、やばいよね。冷静にやばいと思います。そう、もらっちゃっただよね。でもすごいちっちゃいよねって話をしたんだよさっき。小銭が入るかぐらいじゃない？リップしか入らんか。そうっていう、なんか運を使い果たしたなっていうね。しかも寝ぼけながら応募したんだってそれ、うん、あ、ケイト、じゃあこれが可愛くて、このなんか他にも種類あったんだけど、なんか選べるわけじゃなかったんだけど、この何種類かからなんか抽選で当たりますみたいな。うわ、ケイトスペード欲しいと思って、なんか寝ぼけてやってみたら当たっちゃったっていう。すごいよね。お母さんの頃っていう話ね。それをすごいのにさっきから恥ずかしいとか、えぇ、ー、とか言ってんの。恥ずかしいって言っちゃう。スマホを入らない、入らない。見てみなよ。本当にもう小銭とリップと、うん、鍵が入るかどうかぐらいじゃない？お散歩には持ってこいかも、うん、そうっていう。届くのウキウキしてたから嬉しい、うん、運使い果たしたかも人生で。なんかごめんなさい、私が当たってしまってっていう気持ちもある。なんでなんで？っていう、自分のファンの人にも話さないのにリーちゃんのファンの人に話すって。お風呂入ってくる。よかった。じゃあ皆さん、お待たせしました。昨日本当にかけなくてごめんなさい。でこちらです。
ということで続いては今日の分のやつを書きます。いや昨日私が本当に書き忘れてしまっただけなので、今日のよ、今日ので書くよ。4月4日版を書きます。今は4月4日待ってね。はい、かけた。まずは純船さんから、舞台お疲れ様たまたまたわありがとうございます。ツベルフ、私が演じてたツベルフを書いてみましたが劇的に下手くそです。舞台楽しかったな。日付も2014年、もう2014年じゃねえ、2021年4月4日今日の日付です。ありがとうございました。イエイスクショしてね。ちょっとすっぴんで申し訳ない、顎にニキビ3つあって申し訳ないんですけど、ありがとうございます。ツベルフです。スクショしまくってありがとうございます。では続いてオノピョンに、オノピョンに ってね。オノピョン、舞台お疲れ様タワーありがとうございます。ツベルフ、またマジムリ学園のみんなと出会えますようにということで、オノピョンさんも
タワー、ありがとうございました。スクショしてね、ありがとう。ありがとうございます。また会いましょう。はい。ということで、何時ですか今。携帯携帯携帯どこだどこどこだ。もう28分。そろそろね、歌おうかしら。今日は舞台で歌った劇中歌だったりとか、舞台の時によく歌ってた歌をいっぱい歌おうかなって、またまあ前も歌ったんだけどまた歌おうかなって思っていますので、ちょっと待ってね。ユリを咲かせるかがないんだよね、このカラオケ茶間に。よいしょ、ちょっと一回外す。よいしょ。そう、舞台も今日で千秋楽が終わりましたし、どうかな。思いますので、明日ないの寂しいよね。私も本当にずっと、なんだろう、毎日メンバーに会ったりとか舞台のスタッフさんとか関係者の方とかに会ってたので、なんかもう会えないって考えると寂しいかも。ちょっと待って、T シャツはこれは前も多分見せたと思うけど、スターウォーズの T シャツです。去年の夏に買ったのを、もう暑いから最近出してる。ということでね、歌っていきましょうかね。では歌いたいと思います。それでは聴いてください、どうぞ。あれですか、ロックンロールはライブパートの一発目でいつも歌ってまして、だから毎日歌ってたから、なんか毎日歌わないのかって考えるとすごい不思議な気持ち今。そして、サクサクさんアットマークリラン中、イエーイ、タワー立ってってくれましたよね。タワーありがとうございます。何タワーだろう、舞台お疲れ様タワーかな。
タワーありがとうございます、嬉しいです。 AKB タワー後ほどコメントを書きたいと思います。ありがとうございます、サクサクさん、ありがとう、嬉しい、嬉しいです。ということで続いては劇中歌で歌ってたあの曲を歌いたいと思います。これは今から歌うのはスクラップ&ビルドっていう曲なんですけど、最後のみんなで集まって喧嘩するときに歌ってる曲なんですけど、花組鬼百鬼夜行、生徒会って言ってなんか塊で歌ってるんだけど、なんかその曲の中とかでもなんか盾で喧嘩したりとかやってたりするので、あと新規ぶりなのでいつもの振りとは違って、そう、もう乱闘なの、最後の乱闘のシーンで歌ってたんですけど、スクラップアウトビルド、それをね今から歌いたいと思います。そう、みんながかっこよくて喧嘩いっぱいして泥臭いシーンの曲、そう、見せ場なんですけど、そうそう、それを多分ご覧にご視聴いただいた方は分かると思うんですけど、まだ配信の方もアーカイブでまだ販売してるのかな、見れるらしいので、ぜひ気になった方は見てください。え、やばいよこれ、踊りながら乱闘してるから息も持たないし体力もやばいし、もう死ぬ気でみんなやってたと思う、多分私もその死ぬ気でやってた中の一人でした。ということでね、どうぞそれ聞いてください。スクラップ&ビルドです、どうぞ。スクラップ&ビルドでした。これは両手で踊ってるので、マイクは舞台用のマイクがついてるので踊ってるのでなかなかここ押さえて歌うのがちょっと難しかったんですけど、そう、いつも最後にこれを歌ってみんなもう体力がなくてどんどん倒れていくんですよ。戦うから、いろんな百鬼夜行はなんか生徒会花組だったりとか、まあ、それぞれ戦うから、そう、もうみんなさ体力がなくて倒れていくんですけど、どんどんその中でも最後の方にリリーとヤシャとヌル様だけなんか倒れずに喧嘩を続けるんですよ。これがまたすごいね、泣きそうになりました、そこのシーンはっていう余談そう、ここが多分一番の盛り上がりで、一番の多分なんか各種で喧嘩ばっかしてるからどこ見ればいいのって多分目が追いつかなかったと思うんですけど、でもそれぞれみんな戦っててっていう、一番これが一番かかりましたね、やっぱり振り入れというか、まあ振りもそうだけど盾なんかみんな殴ったりとか喧嘩するシーンがなんかつかないとか作らないといけなかったので、盾シーンがめちゃくちゃ盾むっちゃ時間かかった、もう3日ぐらいかかりました、これが完成するのに。盾も簡単じゃないので、全く私は結構竹刀を持ってたので人に当たらないかとか、その立ち回りとかめちゃくちゃ難しかったかなっていう、いっぱい練習しましたし、やっぱこうやったらもっとかっこよく見えるとか、なんか見せ方とかもやっぱ重要だから、盾って本当に人のことを殴ってるわけじゃないので、いかにも殴ったかのように 痛そうかのようにやらないといけないのがすごく難しかったです。リハとかでは、まあ、失敗ももちろんあるからぶつかったりしたとかもあったけど、別に本番はぶつかるとかはまあ全くなくて、もうそれもでもずっとやってたからだと思うんですけど、盾がやっぱ一番何よりも難しかったかもしれない今回。でもこの盾を教えてくれた
指導してくれた先生が本当に優しくて、なんかもう1から10まで教えてくれて、ここがいいここがいいとか、ここもっととか、宮里ここもっととか教えてくれたから、多分この盾の先生じゃなかったらなんか絶対うまくいってないんじゃないかっていうくらい本当に根気強く私たちのことを教えてくれて、本当に素敵な先生だったので、本当に盾ね。絶対さ、この舞台を見る初見と2回目と3回目とかってまた見方とかが全然変わってくるんだと、変わってくると思うんですよ。だから私的にはこの舞台は1回見ても2回見ても3回見てもなんか何回見てもなんか飽きないんじゃないかなって思うし、なんかエゴサしてた時に真面目に学園ってなんかツイッターでなんか脚本がなんかよく分かんなくて面白くなかったみたいな、なんかメンバーは良かったけどみたいなこと書いてて、あの脚本で何も響かないって、あのストーリーで面白くないってなんか損してるなって思っちゃった。本当になんか私は結構本読みの時からちょっとなんか涙が出そうになるくらい結構うるうってぐってきた脚本だったし、なんかストーリーだったから、これでつまらないとかなんか何も伝わらないって本当に損してるなって思った。エゴサするんだ。いやなんか真面目に舞台のなんか評判っていうか、みんなどう思ってるのかなとか、普段エイト全員で演技する機会とかないから、みんなどういう感じなんだろうと思って気になってハッシュタグマジムリ学園で調べた時に出てきたから、まあそれ人の人間の捉え方はそれぞれだからまあ何とも言えないんだけど、なんか私はなんか響きすぎたからかな、なんか響きすぎたからなんかちょっと面白くなかったっていうのを見てちょっとなんかショックっていうか、まあ、苦しくなったんですけど、でも私的にはストーリーもすごい泣けるし、みんながどういう気持ちでここにいたかみたいなっていうのも分かると思うし、メンバー自身も最後ら辺で泣いてたりとか、鼻すする音とかも結構聞こえたので、なんか本当に私は素敵な舞台、この真面目に学園っていう舞台が本当に初めて初舞台で本当に良かったなって思ったし、なんかこのカンパニーだったからこそなんか初めての舞台を乗り越えられたんじゃないかなっていうのをそう思ったので、まあ、舞台はもう、ね、上演されることはないけど、このマジムリ学園ライは、ないんですけど、でもやっぱり今後生きていく上でのなんか自分のターニングポイントになったんじゃないかなってさ、すごい思ってるし、全然なんだろう、100点満点の日なんて本当になかったんですけど、でもなんか全然今日とかも緊張しすぎてテンパりすぎてセリフがちょっとマジ出なかった瞬間とかもあったんですけど、でもなんかすごくなんかいい素敵な舞台に携われて本当に良かったなって宮里さんは思いました。ということでね、最後に一曲歌いたいと思います。だから見てない方で気になる方はまだアーカイブの配信がやってると思うので、ぜひ気になった方は真面目に学園配信と調べていただければきっと出てくるんじゃないかなって思うので、よろしくお願いします。
ということで最後にね一曲聴いてください。それではどうぞ。やーりということで夢へのルートでした。パチ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 。この曲はねライブパートでよく、歌っていたんですけれど、なんか本当になんかさこの曲もさなんか最近マジでしみるんだけどなんか超しみる私に。なんかもう本当になんか明日から本当に真面目りがないと考えるとなんか本当に変な気がしてしょうがないんですけど、でもブルーレイも発売されるって秋にはいうことなんで、まあブルーレイをしばし待って、まあいっぱい見たいなって、また改めて自分で見直したいなって思います。マジムリロス待って、マジムリロスなんですけど、だから、まあ、まだでも劇場公演じゃなくてなんだっけ全国ツアーはあと、熊本、茨城、神奈川ってまだ残ってるので3県が、まあ、それに向かって私たちも頑張りますし、皆さんも何か辛いこととかあったりした時はなんかこの楽しかった8メンバーもいっぱい頑張ってるので、これからもレッスンとかもいっぱいあるし頑張るので、なんかみんな頑張ってる頑張ろうみたいな、私も頑張ろうみたいな、なんか頑張るなんか糧になんかなってたらいいなっていうふうに思います。純船さんに本音。あとさ今日さなんか私のさなんかもう足りないんだけど時間やばい57分。なんかさうちはダメだからさマスクでランリーってさ書いてくれたか、なんかアピールしてくれた方がいたんですけどさ本当に嬉しかったの。マスクにランリーって書いててありがとうって思ったんだけど、なんかサイリウム、私赤と白のサイリウム振ってくれたらなんかわかるよって、ファン、私のファンがわかるよって思ったんだけど、なんか振ってくれてるのかなんかわかんない、ちょいちょいいたんだけどなんかわかんなかったんだよね、顔も見えないし暗いから。サクサクさん、アットマークリラン中とはありがとう、これからも、8年目の8もよろしくお願いします。そして鬼のリラを書いてみました、鬼ごっこ鬼ごっこスクショしてください、よろしくお願いします。そう赤と白のサイリウムを振ってる方が今日なんか3人くらいいたんだよね。赤白振った、あじゃあやっぱ当たってんのかな。マスク誰だろう、マスクで来てくれた人、もう目だけじゃさちょっとよく分かんなくて暗いし見えなかったんだけど、マスクだけはランリーって書いてあると見えた。ということで時間もないということでこの辺でランキングを読みたいと思います。13位たやきくんアットマークリラン中イエーイありがとうございます。そして12位が、ルデエカワルダナさんありがとうございます。そして11位がイチさんアットマーク舞台真面目理学園ライ全13公演お疲れ様リラン中イエーイありがとうございます。そして10位がフミさんアットマークラリルリラン中イエーイありがとうございます。そして9位がラスカールさんアットマーク舞台お疲れ様またの舞台出演に期待ありがとうございます。そして8位がミリアちゃんアットマークリラン中イエーイありがとうございます。そして7位がアビスボックスさんありがとうございます。そして6位がアイスカフェさんアットマークリラン中イエーイありがとうございます。そして5位が猫まんまさんありがとうございます。そして4位が長崎在住の関西人さんありがとうございます。
そして3位がおのぴょん、ありがとうございます。タワーもありがとうございました。そして2位がじゅんふなさん、アットマークリラン中、イエーイ。タワーもありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。そして1位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ。サクサクさんもいっぱいタワーゲットありがとうございました。ということで本日